はい、ここが私の作業部屋です。作業部屋兼パソコン部屋兼喫煙所ですね。この隣にここに棚を作っていきます。先ほどの場所にもともとこの棚を置いていました。これは大きすぎるのでリビングに移動しています。これはホームセンターで買ってきたパイン材ですね。400×1200×18mm という板です。これで棚を作ります。ちょっと長すぎるので切断します。切断したところが取れてなかったですね。カットしました。これが足になります。60倍の 450mm、 高いんですね。1600円ぐらいしました。これを取り付けていきます。よくできてまして、ここにボルトが埋め込んであって、こういう板がついてます。この板をテーブルの下に取り付けて、ここがタップになっているので回して固定するという構造ですね。まあ、ちょっとあまりこういうものを作るのに時間をかけたくなかったので、こういう便利な既製品を購入しました。一応完成ですね。ほぼほぼ完成です、ね。真ん中がたわむかと思って、ちっちゃい柱も買ってきたんですが、どうも必要なさそうです。
が上に載せる棚になります。これ便利な品物で、ニトリの組み合わせボックスっていうシリーズなんですけど、こういう感じのユニットごとに積み重ねて使うことができます。今回の目的に合っていたので4つ購入しました。組み立てます。IKEA だともう一袋ごっちゃになってるんですけど、日本の家具はこうやって綺麗に小分けしてくれてます。次はこいつを組み立てます。はい、2個目完成です。次はこれです。3つ目を組み立てます、まあ、3つ目と同じなんで簡単ですね。はい、4つ目完成です。こういう感じで組み立てが完了です。隣の棚と連結することができます。今4つの部品を4つの棚を配置しただけなんですが、これを各々連結して1つの棚にしていきます。一体化できました。ここの部分にコンセントを通す穴を開けます。ちょっと手持ちが50杯しかなかったので、これで開けていきます。このままだと
地震が来た時に危ないので、この棚とこの棚をコーススレッドを使って連結します。今度はこの柱とこっちの机も連結します。こういう L 字のステーですね。これで固定していきます。ですね、しっかり机ごと固定できました。丸半日かかりましたが、いい感じで目的の棚ができたと思います。修理に出していた 3D プリンターが届いたので棚に設置しました。こういうことがしたかったんですね。そして上側の方には 3D プリンターの箱を置いてます。突っ張り棒のような役割をしてくれるので地震の時も安心です。でこのプリンターの右側に若干隙間が空いてるんですが、ここには新しい 3D プリンターを導入する予定になってます。今回の DIY は上の棚は完全な既製品、下の棚もほぼ既製品を組み立てただけという簡単なものでしたが、既製品ではこういう感じに下側が開口している棚は存在していません。あったとしても寸法が合わなかったり高かったりして買うことが躊躇されるものばかりです。自分の好きな寸法形状のものが作れるのが DIY の良いところだと思います。はい、ミヤションチャンネルご視聴いただきありがとうございます。毎週週末に動画をアップしていきます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。